ほい、テイルズウェブです。ニュー実況プレイパート32やっていきたいと思います。はい、デベル部長攻略の続き、宝箱を回収しつつ、グレバムのいる時計塔を出して進めていきます。こことにかくスタンの攻撃手段に対して耐性持ってる敵が多くて鬱陶しいですね。どんどん増えていくんだけど、OK。やりましたね。なんかこの火の感じ怪しいな。なんか意味ありげ。覚えとこう。違うね。何だったっけ。覚えとこうして全然覚えてないっていうね。奥がずっとしな、おい。無駄にフェザークローク増えていく。あれどうだったっけ。あ、来た。セーブしておきましょう。これ完全に時計塔入ったっしょ。ああ、ちょっと待って。始めるか。いや、畜生。非耐性のあるやつ多すぎんだって。フェザークロックどんどん増えるんですけど、何覚えた？これ最初 CC 増やしとくか。レベルアップっていうか、そのデバイスの成長と関係ないけど、落ちても変わんなかったんじゃね。足んねえ。愚かな奴らだ。重いかな。違うか。あ、エリクシーいいね。こっちにも宝箱がある。なんもできん。ドラゴン組面白いも落とすな。あ、いける。やりましたね。まだ成長しん、あ、成長してんじゃん。あ、状態異常系ねか。属性軽減。やばい。どうした。またほら OK。 あの連携決まると気持ちいいな。EX 飲みます。さてそろそろいつバトってもおかしくねえんでねえかな。お、凝ってる。OK。 いいね、どんどんリライズできるぞ。次なんか遊びし物だよねか。お、いける。スターマー劣化するけど、劣化しちゃってますけども、ナイツアーマーメイキングオルスでいいんだよな。そうだね。とにかくクリアレンズを集めないといけないな。あ、はいはいはい。あ、しまった。そういうことか。あれ、タイミング見なきゃ。話にならない。何マストした。ね、やっとこれマストしたか。やっと進める。よっしゃー。そうだ、いい機会だからな。ちょっとここいらでリオン操作しようかな。っていうのも、リオンをね、操作する機会が今後めっきり減ってしまうんでね、使える時に使っておこう。どういう連携がいいか、なんかいまいち覚えてないけど、いきなり使う。そっか、何気にこの実況ではリオンソースの初めてか俺。またそういうタイミングを。取るもん取ったぞ。ゴールでいいんじゃねえか。まだなんか謎解きか。お板が過ぎますよ。でこれは下に送っておく。こっち動いてない。一旦水行きますと。そう、リオンもね、すごい使いやすいキャラクターなんですよね。体力低いけど、あとスターみたいに結構重たい敵を浮かせるみたいなタイプの技があんまりね多くないっていうのがちょっと弱点かなとも思わなくもないんですけど、それでもねやっぱり使いやすいと思います。いやー、そのエクシードつけてえなー。いや、まあまた我慢しよう。どうなったこれ、進んでいいのか。さすがにもう一通り宝取ったと思うんだけど、あ、これから帰り道か。帰り道っぽいな。なんだいいね。使ってて面白いんだよね、リオンは。お、止まった。この辺いけるっけか。え、これもいける。スパーロードね。OK。あ、それっぽくなってきましたよ。自分で操作スタン操作するよりも全然戦いやすいんだけど、戦闘が早い。うわ、バンバン使うね。話にならない。もういいね。どうしよう。ライズいっとこうかな。依頼特権、延焼時間短縮って強みはあるんだけどね。今度は先に進みましょう。ヒットとレスキューつけてどんどんいきましょうね。待て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 、レスキューよりもクリティカルの方がポイントが少ない。いいね。パーティーレベル上がったんでね。まだか。ミスティロゴをスターローブに入って、防具は一通りいいかな。あ、これいけんじゃん。あ、確かフェザークロップやんなくていいんだね。やったらダブっちゃったってだけで OK。 じゃあ一旦あれでね、武器見ることにしようか。でも多分そろそろ、はい、来ました。よっしゃー、じゃあね、多分この先で、グレーバムとの決戦になるんじゃないかと、思いますけれども、ここで一旦一区切りとさせていただきたいと思います。さあ、この物語のね、前半部もいよいよ終了といったところでしょうかね。さあ、グレーバムとの決戦、次回張り切っていきたいと思います。では、Tales of Destiny 実況プレイのパート32、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。